眼科医の平松です。今日は目のためにそして体のために血糖値を急激に上げないための食事の仕方についてお話しようと思います。目までも、ね、いろいろお話ししてるんで、あ、聞いたことあるって人もいると思うんですけど、まあ、復習として聞いていただければと思います。それは大きく分けて2つあります。1つ目がベジファースト、2つ目が GI 値を気をつけた食事ってことになってきます。まずベジファーストっていうのは何なのかっていうと、ベジタブルを先に食べましょうっていうことです、ね、なので野菜を食べた後に他の食事を取った方がいいですってことです。なぜこれが血糖値、つまり体の中の血糖っていう数値ね、これが急激に上がると血管がダメージを受けたりとか炎症を起こしたりとかしやすくなってしまうんですね。なので血糖値の上昇っていうのはやや緩やかな方が好ましいわけです。で、普通の甘いものとか、ね、ガツッと血糖値上がるもの取ってしまうと上がってしまうんですが、先に野菜を食べていただけると消化吸収をゆっくりにしてくれるんですね。なので結果としてその後に食べたものの血糖値の上昇を緩やかにしてくれるっていう効果があります。だからこそ野菜を食べましょうって言うんですけど、野菜食べた、はい、すぐに何々食べたってなるとちょっとこれ早いんですよ。なので野菜食べて胃から腸に流れていく、まあ、こんな感じのタイミングを測りたいので、ベストはですね、野菜食べて30分ぐらいしてから食事取るのが本当はいいんですよ。でもめんどくさくないです？いや、めんどくさいんですよ僕は、うん、皆さんどうですかね。いや、食べるっていうんだったらいいんですけど、だから僕の場合はどうしてるかっていうと、代わりに水溶性の食物繊維の粉末とかサプリメントとかを取っちゃったりすることもあります。僕が取ってるのはイヌリンっていうもんでね、を先に飲んでおいて、で持ってからしばらくして食事するってなったら、まあね、一回食べてね、しばらくしてからもう一回食事するのめんどくさいんですよ。なので、まあ、水溶性食物繊維のサプリメントとか、まあ、そういうのを取っていただくのも、まあ、一つの選択肢かなっていうふうに思います。まあ、イヌリンに関しては、リンクとかは概要欄とか、貼っておくのでちょっと見ていただければと思います。そして血糖値を急激に上げないというでいうと、食事そのものが血糖値を上げないタイプのものの方がいいんですね。まあ、例えばベジタブルを先に食べるのはちょっと面倒くさいという場合だったら、例えば白いお米よりは、玄米とかもち麦とか、まあ、そういうものを取っていただく方が、まあ、血糖値が急に上がりにくいです、ね、こういうのって確かに血糖値は上がりにくいんですけど、まあ、デメリットとして消化吸収がちょっと悪い感じなんですね。なので、まあ、イメージとしてちょっと消化吸収がね、緩やかかなっていうものを取っていただけるといいですね。パンも普通の白いパンよりは全粒粉とかのパンがいいですね。まあ、ただ全粒粉のパンって結構注意が必要なのは、僕もね、前騙されたんですけど、全粒粉入りパンってあるんですよ。これね、ほとんど普通の小麦で一部全粒粉が入ってるっていうパンがあって、いや、これほとんど普通の小麦だろみたいなパンがあるので、ちょっとそれ気をつけてください。全粒粉パンは結構血糖値を緩やか上がってくれるけど、全粒粉入りパンは、まあ、もちろん普通のパンよりまだいいけれども、まあほどほどかなっていうふうに思っていただいた摂取を気をつけていただけるといいと思います。あとはですね、 GI 値が低めね、こういう食べ物としてはグルセミックインデックスっていうんですけども、まあ、血糖値の上昇を数値化したもんで、食パンとかだと90いくつとか、白米とかだと88とか、まあ、ぐらいなんですけれども、例えばオートミールとか玄米とか、まあ、ここら辺だと55ぐらいなんですね。非常にこう低い方がいいわけですね。そばとかだと54とかって感じになるので、まあ、そういう意味でちょっと消化吸収悪そうだけど、そばとか、だからうどんよりはそばの方がいいわけですよ。でコーンフレークとかああいうのよりはオートミールとかあっちの方がいいわけですよね。なのでまあオートミール、こういう風に食べた方がいいよみたいな、そういうね、食事の、動画とかもあるので、まあ、ちょっとそっちも見ていただければと思いますけれども、まあ、オートミールっていうのも、まあ、朝食にねいいんですけど、まあ、そういうのは積極的に取っていただけるといいかなと思います。じゃあ血糖値の上昇を緩やかにするのは何にいいのと、なんかいいのはわかるけど、まあ、実際どうなのっていうと、まず体全体でいうと糖尿病ですね。糖尿病の方っていうのは血糖値の上昇が上下が激しすぎるとあまりよろしくないということがあるので、糖尿病がある方はもうマストって感じですね。
あとは血圧が高めの人とか、まあ、そういう人に対してもやっぱり血管の負担というのは良くないので、血圧を抑える意味でも血糖値の上昇は緩やかな方がいい。さらにはちょっと太り気味の人とか、ついついお腹が空いちゃうようなタイプの人に関しても血糖値の上昇は緩やかなものにしていただけるといいと思います。目に関してはどうなのっていうと、目は結構広い範囲が血糖値上昇は緩やかな方がいいですね。近視の方に関しても近視性黄斑症といってね、目の奥の血流が悪くなったりすることもあるし、網脈絡膜萎縮って言ってね、目の奥の網膜脈絡膜の状態が悪くなる、もう血流がいい方がいいわけですね。でさらには目の緑内障、ね、日本人失明原因第一と言われてるけど、それに関しても血流は非常に重要ですし、網膜色素変性症とか、あと白内障の方に関しても血流が悪い方が悪化しやすいという傾向があるので、そういう意味で血糖値の上昇を緩やかにするっていうのは効果的って思っていただけるといいと思います。じゃあ全部が全部血糖値が緩やかなものを食べた方がいいんですかというと、そうではないです。1個目、夜どうしても夜食的なものに食べるときは、あんまり血糖値や上昇が緩やかなのを食べるとちょっと消化吸収がゆっくりになってしまうんですね。なのでお腹空いてるのが満たされにくいし、寝てる間が消化管使ってしまうので、睡眠の質が悪くなってしまうので、夜のね、まあ、おやつというかお夜食的なものに関しては、まあ、そこまで気にしなくていいのかなって思いますね。もう一つが運動前後ですね、まあ、特に筋トレするだなんだっていう場合、その前に消化吸収がゆっくりのものを食べてしまうと運動のパフォーマンスが落ちてしまう、運動がしづらいとか、動きにくいとか、お腹いっぱい走ったりとか筋トレしたりってきついじゃないですか。ゲプってしてる感じになって満腹感はあって、まあ、ちょっと運動しづらいので、そういう意味で消化吸収はあんまり緩やかなものを寸前に食べるのはよろしくないですね。2時間以上前だったらまあギリいけるかなって思いますけど、30分前とかにオートミール食べてからよし筋トレするぞってなると、ちょっときつい。僕もやったことあるんですけど、ちょっときつかったですので、あんまりおすすめしないですね。だから本当に、いわゆるこう今から走る、今から筋トレするって場合は、まあ、30分はまあそもそもあんま食べない方がいいわけですけど、まあ、30分ぐらい前だとしても消化吸収がむしろいいもの食べちゃうのありですね。まあ、例えばお白いお米であるとか、まあ、食パンとか、ね、まあ、そういうのも一つの手になってくると思います。はたまた、筋トレとか運動してすぐ、ね、糖質を確保したいっていう人もいると思うんですよ。まあ、筋肉の合成を高めたいとか、まあ、そういう目的で、まあ、それが効果的かどうかってまだちょっと議論があるんですけど、まあ、タンパク質と炭水化物を取った方がいいねって説もあるわけで、じゃあ取るって時はやっぱりこれも消化吸収がいいものの方がいいですね。まあ、だからよく和菓子食べちゃうみたいな人もいるわけですけど、まあ、そんな感じとか、まあ、はたまた消化吸収のいい、まあ、お米とか、まあそういうもの、あとマルトデキストリンとかね、こうドリンクで取っちゃう人もいますけれど、まあ、そういうふうに炭水化物を取っていただくっていうのが一つの方法になるかなっていうふうに思います。なのでいわゆるこう消化吸収がゆっくりで血糖値がゆっくり上がっていくっていうのは基本はいいことなんですけれども、状況次第だっていうのは分かっておいていただけるといいかなって思います。まあ、こんな感じでいろんな栄養情報とかアップしてますし、毎日これ食べるとどうなるのとか、ヨーグルトどうなるのとか、オートミールどうなるのとか、まあ、そういうのもアップしてるんで、他の動画もぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。